見たか、これがうちの真の力。うん、あれ肝臓が、いた、よかった、遠くに行ってなくて、いいなこら、肝臓をいじめるな。こっちおいで肝臓、早く。逃げ切った。すごいぞうち、これはもはや勝ったと言ってもいいくらいだぴょん。キャインって言ってたし、犬に初勝利だぴょん。そうだ。なあじゃないでしょ、ハンゾ、どっか行っちゃダメ。うちはまだ耳を上手に隠せないんだから、誰かに見つかったら大変でしょ。ジタバタしないで、どこ行きたいの。うん、帰ろ、ハンゾ。ということで、どうやらハンゾのやつ、脱走癖があるようなのですにゃ。ここにいれば飯が出てくることは理解したはずなので、半蔵は出かけても勝手に帰ってくるとは思うのですが。はあ、ああ、マヤの場合は耳がね、隠せないから。もういいか、拙者喉が渇いたのでござるが。なの、まだまだ。お主の褒めるところを頑張って見つけるとしたら、失敗から学ばないところくらいだな。うちも今や弟子を持つに、いつまでも弱っちいままじゃいられないぴょん。見ててね、ハンゾ、うちの戦いを。だあ、よくやりますにゃ。あ、どこ行くの、ハンゾ。おろ、ふうって言ってる。お主、まさか敵の悪い飼い主をかばおうと。敵悪くないぴょん。はっきゅん。ふはは、こやつ。半蔵、離せ。あ、一本取った。ユラ、今の一本。そうな、見えてきた気がするぴょん。半蔵との連携の先にうちの進化系が。こやつ、なかなかときめかせますぞ、ハルキ殿。足、耳ずばれになってるぞ。拙者に人たち浴びせるとは、なかなか素質がある。そういう部分がないでもないのですが。おふん、生き馬の目を抜くこのご時世でござるので、忍び猫の1匹や2匹いてもいいかもしれませぬな。ちょっと、半蔵を連れてっちゃわないで。こっちおいで。だからなんで噛むの。ゴロンってして、今度は背中。お兄ちゃん、うらやましい顔してる。タマのことなでなでしてもいいよ。にゃん、ずるい。拙者もたまには子猫の気分でハルキ殿のお膝に甘えたい。急に猫になるのやめて。ハンゾーびっくりして体がカッチカチになってるでしょ。猫山、お前過保護が過ぎるぞ。いいの、お母さんだもん。同じようなものなの。ハンゾー、おやすみだって。明日も一緒に特訓頑張ろうね。
ふう。こやつ、遊んでほしいのか。ちゃんと爪をしまっているあたりは見どころがある。半蔵はうちの子分なの、返して。自重しろ猫山、そうやって構うばかりじゃこいつが立派な忍び猫になれないぞ。半蔵に指を舐めさせながらそんなこと言っても説得力ないぴょん。はーい。半蔵も返事した。なんだかんだ言ってみんなおせっかいだからね。ちっちゃい子は可愛いし、半蔵はいい子だからね。すぐマヤのこと追い抜いちゃうかも。にょ。どうしたのお兄ちゃん。あれ？ユラ、半蔵は？ん？何をよ。さっきお主が連れて行ったのだろう。いないぴょん。いるだろう、どこかには。失礼。なんだよ、さっきからうろちょろして。半蔵がいないぴょん。あ？また抜け出したのか。猫とはそういう生き物であろう。大変、迎えに行かなきゃ。放っておいても良いのではないか。あやつも猫なら家への帰り道くらいは覚えているだろう。猫山、過保護はダメだぞ。でも前も犬に吠えられて固まっちゃってたし。ゴンスケか。ゴンスケ。あやつマジ凶暴でござるからな。拙者も気を抜いてる時に吠えられるとヒャって声が出ちゃう。あいつ鎖でつながってるだろ、柵もあるし。今日はつながってないかも。それに半蔵はまだちっちゃいから道に迷って泣いてるかもだし。やれやれ、仕方ない。様子を見に行くか。行きたかったくせに。おらぬようだぞ。ふう。大人げないまにするにゃ。行くぞ。マヤの過保護のせいでとんだ無駄足だ。家を開けている間に春樹殿が帰ってきてしまったらどうするつもりだ。どうなるっていうのにゃ。お留守を預かったのだから、お帰りなさいするのは責務というものであろう。聞いてるのかお主は。だってもしかしたら帰り道が分からなくなっちゃってるかもしれないし、お腹も空いちゃってるかもだし。さっさと探して連れ戻った方が早いな。これは忍びがガン首揃えて取り組むようなことではあるまい。くんくん。置いてかないで、耳出ちゃう。この辺りのはずだが。ん？あれは泥棒。あ、半蔵。末恐ろしいか、キニャ。あいつをさらってどうするつもりだったにゃ。半蔵、上がれない。どんくさい。荷物みたく持たないで。この辺りのはずにゃんだが、こう人の行き来が激しいと匂いが混ざって。おろして。よう。面倒くさいから却下だ。それよりお主も探せ。こんな風に肩に担がれたらユラの脇腹しか見えないぴょん。みゃ、あそこか。別猫だ。別猫か。熟練の忍びである我らの追撃を振り切るとは、あやつ一流の忍び猫たりうる器かもしれぬ。そんなのどうでもいいぴょん。どうでもよくはないだろう。さっきもなんだか捕まりそうになってたし、半蔵泥棒が横行してるぴょん。
ぴょん。半蔵泥棒？全然わかんない。お主の鼻など役に立つか。およそ見当はついている。おそらくほらいた。ん？これは警告だ。次はないぞ。奴に手を出すにゃ。お腹痛い。どうして逃げるの、半蔵。お家帰ろ、半蔵。これは一体。半蔵は小春ちゃんだったんだよ。にゃ。半蔵がすぐ家を抜け出そうとするのは本当の家に帰ろうとしてたんだね。おい、どうした？景気悪いぞ、マヤ。ドカンと行け。私のサラダも食っていいぞ。自分の分だけでいいぴょん。しからば。ハルキ殿、今日くらいはマヤにバナナを許してやってもよろしいのでは。いつも食べてるぴょん。心配しないで。半蔵はお母さんとか飼い主さんのところに帰ったんでしょ。うち、ちゃんと分かってるから。優しそうな飼い主さんだったよね。うちよりどちらが優れているというものではない。お主は務めを果たした。それで良いだろう。良いって？納得してるならそれでいい。あとは切り替えるだけだ。所詮うちと半蔵は生きる世界が違ったということぴょん。うちも忍びとしていつ任務に散るかわからないに。半蔵には帰る場所があった。それでいいの。えらいえらい。それじゃあ特別にタマが半蔵になってあげるね。だよ。なでなでしてもいいよ。うん。
表に出した方がいくらかマシか。眠れない。今日まで半蔵と一緒だったから一人だと落ち着かないの。でもお母さんのところに帰っちゃった。違うの、本当に嫌だとか半蔵のことを責めたりとかそういうのじゃないの。寂しいだけ。ぴょん。どれくらい偉い？どれくらいすごく？見直すって言われたのはこっそりショックだったけど、うちの本当の実力を理解したって前向きに捉えるぴょん。うちはできる子。今回のことも乗り越えて猫人としてもう一回り二回り成長してやるんだぴょん。今から半蔵、半蔵やって。春樹は半蔵でうちはお母さん。もっともっと半蔵。半蔵は何にもできない赤ちゃんだから。おやすみ、半蔵。どうしたの？うちがおやすみって言ったら半蔵はちゃんとお返事するでしょ？ありがーい。おやすみ。おやすみ。おやすみ。ござらぬが。嘘だよ、寂しがってたよ。拙者の心は鋼なの。なんでもないや。あのちびすけは家に帰っただけ。猫山も気弱でどんくさいところはありますが、我が師の教えを受けた八ニャンの一人です。多少は引きずるでしょうが、すぐ元通りですにゃ。うむ。今晩のおかずは、むむ、さてはコロッケでござるな。いないよ。当初にいるのかもしれません。まったく、ブースの間はこちらにいるように伝えておいたはずにゃのですが。窓を開けて。二代目半蔵。さっき仲間になりたそうな顔でこちらを見てたの。二代目の方がでかいのですが。そんなことないよね。半蔵、みんなに挨拶して。ほら、どうしたの半蔵。
おい、やめ！猫山にはいいお給ですが。お給ってあんなやつは半蔵じゃないぴょ。待っててね、今度こそちゃんとした後釜を探してくるから。なんで春樹の冷酷に